こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。就活を始めるのが遅く、動画を見て慌てて冬インターンに申し込んだら、明日面接になりました。面接の準備を何もしていないのですが、何をしたらよいでしょうか。こちらに回答していきたいと思います。結論、笑顔の練習をしてください。これ結構よく聞かれる質問で、明日面接なんですけど、やった方がいいことってありますか？というやつです。正直、明日が面接であれば、今から急に対策し始めても間に合わないと思います。面接想定問答集を今から作っても、おそらく話す内容を整理して頭に入れるというところまでいけないと思いますので、なんなら混乱するだけだと思います。ですから、ES に何を書いたのかを確認したら、あとは笑顔の練習をしてみてください。鏡の前で口角を上げて、表情筋をほぐして、印象の良い笑顔を作れるようにしましょう。笑顔の練習であれば、前日からやっても効果はあると思いますので、それだけやって早く寝るようにしましょう。そして、面接対策を何もしなかったのであれば、その面接がうまくいく可能性は低いだろうと思います。ですので、練習のつもりで面接を行い、その後の面接を振り返る面接ノートの作成に注力してください。今回の面接を次回以降の面接に役立てるためです。面接が終わったら面接ノートを作成し、それが終わったら本来面接の前に時間をかけてやるべきだった面接想定問答集の作成に取り組んでみてください。それぞれのやり方については概要欄に貼っておきます。また、いざ面接を受けてみたら内容がボロボロだったとか、志望企業の面接に絶対に受かりたいからボロボロに落ちる前に超特急で対策してほしいという方は、ぜひ一度ホワイトアカデミーの無料相談会にお越しください。では今日は以上です。ありがとうございました。